はい、2022年今日は1月10日ですね。 COD のモダンウォーフェアが3年目に突入して2ヶ月ぐらいなんですけど、今のね COD モダンウォーフェアのマッチング事情、フリーフォアオールは結構まだまだマッチングしますね。今みたいな感じで23、まだ2桁ピンでマッチング全然するんで、まだまだ楽しめそうかな。まあ平均したらね、なんか10試合やったら3、4試合は2桁でピンで、で残りの6試合ぐらいはまあ3桁110とか、いや180ぐらいまではゲームするんだけど、そのぐらいはマッチングするかな。また180でもね、なんかあの結構ゲームやりづらい時とやりやすい時の差があるんで、同じ180でも結構条件違うような感じはありますね。今回フリーフォワール公演ですね。これ使うか、いつものブラックオプスゴールドボーもヴァンガードも、まあ、面白いっちゃ面白いんだけど、なんかねやっぱこっちに戻っちゃうんですよね。やっぱ装備とかマップとか武器の雰囲気がね、やっぱ現代戦の方が好きなんで。おっ、ヘッドショットいるね。いやー、あそこにいる、いつもあそこにショットガンいる。頭抜いてくれ。ショットガンが脅威だな。ほらこんな感じで一撃でやられるんだよな。あの R0 ってやつが強い。なんか昔は725がすごく強かったけど、最近よく会うのはこの R0 ってやつが多いですね。盾持ってる。くっそ、盾連絡したいんだよな。あの盾とナイフだけで遊んでた自分が言うのもなんだけど、盾の相手するの非常に面倒いです。弾切れ、持ち帰るよりはリロードした方がいいか。後ろいる、なんグル2個。な、変なやついるな。ヘッドショット。フリーフォールに盾持ってくる人って結構なんかイカれてると思う。まあ面白いっちゃ面白いんだけどね。よし、後ろ取っていく。奥で荒となったな。ちょっと遠いから移動しましょう。こっちにまだまだ人がいる。さて、盾持ち後ろからやって、スモーク、あれリーサル2個もスパークつけてるな。遠距離いけるか。いけた、ロングショット。リーサル2個つけてスモーク投げてナイフ間に合わない。ショットガンか。ナイフもね、スライディングローブロー取って振り向きロングショット、てえと思わなかった。いたね今。おら後ろから切ってる。死なねえ。どこだどこだ。おら背中打って。10回ぐらい切ったぞ今。上、よし、頭抜いていく。リベンジヘッドショット。今中入ってったな。なんかバンガードの武器で、なんだったっけ、なんかステンだったかな、なんかあれの腰打ちカスタムがめちゃくちゃ精度良くてちょっと面白かったね。あのこの MP7 よりも全然精度が高くて、なんか本当に点で狙える、遠距離でも点で狙えるような性能でなんかぶっ壊れてたんだけど、ただなんかね、あのその腰打ち精度を高めるバレルを使うとADS した時はめちゃくちゃなんだろう、ブレるんだよね。おかしいよなそれ。腰打ちより ADS の方が精度ブレるって、なんかもうね、設定がぶっ壊れてるというか、そんなこと現実でありえないだろうって思いながらやってるんだけど、バレル変えただけで腰打ち精度が上がって代わりに ADS 精度が下がるっていう。いないな。あ、足を越える。もっと打ち負ける。頑張りましたね今。
結構頑張った。なんか狙ってるところからちょっとエイム外して別のとこ見ようかなって思った瞬間に敵が出てくると自分自身が動揺するんで、それでエイムが頑張るんで。ショットガンか、まあ、ショットガンはね強いんだけどあんま好きじゃない。こう自分が使う分には好きじゃないな。なんか狙ってる感がないんだよねショットガン。いて、おー、ナイフ当たんない。今のかわすか。ニュータイプだな。 V トールか。この2位の人結構強いんだよね。あ、2位入れ替わった。ユーザーなんちゃら、多分初期ネームかな。取られた。セントリーガンに取られた。 V トールが落ちた。リノード挟んで、結構敵強いな。そこにセントリー配置されたら結構めんどいな。装備的に壊せないからな。なんかこのいつも使ってる装備がグレネード系一切持ってないんだよね。なんでああいうものを対応できないというのはちょっと弱点だ。いた、よし、頭抜いていく。奥にいたよね今、左かな。おお、マジか。ショットガンかれ、725だよね。もう一回、ここまで近づけばな、まあ、ショットガンに勝つにはもうヘッドショットするしかないね、サブマシンガンは。右、なぜか頭に当たる。奥いるね。当てますか。いた。盾持ちはねやっぱ結構厳しいね。フリーフォアオールだとほぼほぼ縛りプレイなんだけど、なんかよっぽど人が集まるような場所に行って、なんだろう、あのデッサ使って近づいて戦うしかないんだよな。盾だけだったらちょっと無理だな。ナイフ使ってたもん。うわー、スナイパー。あ、スナイパーか。スナイパーをあえてここからリベンジしていく。MP7 ほんと万能ですね。近くは腰打ち、遠距離はこうやって ADS でしっかり当てていくことができるんで、まあ、ぶっちゃけね CX9 が一番強いんだけどね。あの遠距離の溶かす速度がめちゃくちゃ速いんだよね。 MP7 よりも速いからな。なぜかあの武器だけキルデが2超えてるっていう。ただ MP7 で今 1.86 ぐらいだったかな。ちょっと僕のスタイルが雑なので、この武器で2以上いくことはないのかもしれないけど。さあそんな感じでサクッと勝ちましたね。2位の人強いね、ユーザーなんちゃらって人。最近強い人と対戦する動画を上げてるんで、よかったらそっちのも見てみてください。